B.A. チャンネルの B.A. です。今日も見てくださりありがとうございます。ご覧いただいているのは地植えのピーチプリデです。植え替えた時は茎だけの苗でしたが、いつの間にか小株をたくさんつけてくれています。今日はこの小株をカットして挿していこうかと思います。最後まで見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ここ関西では5月16日頃だったかな。梅雨入りしましたが、最初降り続いた雨もここ1週間ぐらいはずっと快晴で、まるで真夏の日差しを思わせるような日が続いています。風があるので体感温度はまだそれほど暑くはありません。この多肉花壇は去年の夏、傷んだ多肉をたくさん出してしまいました。このピーチプリデの小株もこのまま植えっぱなしでダメになりはしないか心配で、思い切ってカットを決めました。一方で、いやーこのままここに置いておいた方がいいんじゃないのという迷いもあります。ところでピーチプリデはピーチブリデではなくピーチプリデだったんですね。先日インスタで教えていただきました。その方、私の YouTube を見ながらずっと気になっていたそうです。すみません。そして教えていただいてありがとうございました。過去動画でピーチブリデと私が言っているのはピーチプリデです。脳内で変換して見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ピーチプリデだけでは寂しいので一緒に植える多肉を物色しています。今カットしているのはオーレイと名月です。こうやって見ると緑一色ですね。後で足らずを追加カットしてくるかもしれません。そしてこれらのカット苗を植えるのはこちらの木箱です。PK さんが白い塗料を塗るところまではやっておいてくれたので、上から差し色でピンクを入れてみました。これからこの木箱にステンシルと、前回と同じく IKEA で買ったミニトレイというんでしょうか、この赤い家の形の飾りをつけていこうと思います。前回どうしても穴が開けれなくてタッカーで留めたこの飾り、今回は PK さんが穴を開けてくれました。取り付けたい場所にあらかじめ下穴を開けてからビス止めしていきます。ステンシルの色は今回ショコラブラウンを選びました。この塗料も100均で買ったものです。一色もシンプルでいいのですけど、今回は少しグラデーションをつけていこうと思います。半分しか色がついてませんけど、まあこれでいいかな。きっと最初のブラウンが濃かったんだと思います。いつものように底石を入れて土を入れ、オルトランも混ぜておきます。まずは主役のピーチプリで下葉を取って整理してから刺していきます。全部で8本あったようです。現在は紅葉も冷めて緑一色のピーチプリデですが、寒い季節の紅葉した姿はこんなに可愛いです。だけど氷点下になると弱いようで、今年マイナス5度か6度まで下がった朝、葉が凍って斑点ができたり黒くなってしまいました。このまま捨ててしまうのも忍びなくて、様子を見ていたら3月成長点は生きていたらしく新芽が出てきました。黒くなった葉はダメになってしまったけど、茎には小さな新芽も吹き始めています。現在の様子です。もう少し大きくなったら頭を胴切りして小株の成長を促したいと思っています。普通根付き苗よりカット苗は植えやすいんですけど、この苗は葉っぱが大きくて硬くて開いているので、葉の向きを変えながらちょうど収まりのいい場所を探しています。やっぱり少し足りないようです。色合いも思った以上に寂しいですね。何か追加の多肉を見てこようと思います。このコロンと丸い多肉、いつだったか折れていたピーチプリデをとりあえず刺しておいたものです。この西の玉の苗、枝がいっぱい出て群生しています。いつだったか忘れましたが、多分枝のみの苗を一か八かプランターに刺して、それが新芽を出して育ったものだと思います。この苗を入れたら、さっきの寄せ植えも華やぐんじゃないかなと思います。根元で発芽している葉ざし苗が一緒に抜けてしまうので、一つ一つ移動しながら抜いています。小ぶりだけど色づきのいいブロンズ姫、この時期の赤い多肉は貴重です。プランターからカットしてきたのはこれだけありました。ちょっと多かったかな。群生の西の玉の苗はこの辺に植えたいと思っています。あれ?手前の枝はオーロラに見えますね。西の玉じゃなくてオーロラの苗が先祖返りしたものかもしれません。赤が入るとぐっと引き締まります。ちょっと詰めすぎでしょうか。今は葉っぱが開いているピーチプリデがコロンと丸く締まった形になることを期待して頑張って入れています。一時は緑一色の寄せ植えになるかと思いましたが、出来上がってみたら彩り豊かな寄せ植えに仕上がりました。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。